言っちゃったよ。言うです。本当に。やっぱりカポいる。短いって。短い。ドリチンだからです。短い。短い。僕ですね、やっぱりね、本当にね。すみません、緊張ですね。僕本当に内弁慶なのでね。テレアで内弁慶で恥ずかしがり屋で声が小さくて。あそこも小さくて。ね。おい、取られとるぞ。健太さん、はい、取られとるぞ。井上陽水の他にも安全地帯が好きで、真夜中過ぎの恋っていう歌を歌いたいなと思いました。はい。カゴケ？でも今から歌います。カゴケ。いいですか？ワン、ツー、スリー、はい。Shout
なんか途中どんどん変なことをやっていました。疲れました。なんかチューニング合ってませんよね。まあこのままいきます。まあメイクアップ、メイクアップシャドウ、メイクアップシャドウ、ね、特訓したんですけど、現在これ特訓しに来てこればっかり。近所迷惑だよね。まあ、大丈夫、静かに歌ってました。そうですね、静かに歌ったんですよ。もう一曲歌っていいですか。マスター、マスター、これか、こっちでか、よいしょ、よいしょ、これは、おー、はい、キーボードの、ちょっと前で。
ピアノを弾いて歌うなんてめったにないんですピアノを、まあ、っていうか、はい、昔明星とか平凡とか買いませんでした買ったのあれのヤングソングっていうマミクさんやマミクさんめそれの本でこうだこう指左手1本右手3本で弾きなさいみたいなでちょこっとだけ弾けるということでで2週間前に陽州先生がはい、ドダッチ招待状のない書を歌うといいなって言われるのでそれは鍵盤だよねなのでこれ1回当はい急遽おっありがとうございます僕のはい恩師なんて言われるんですかねあのパートナーは変ですよねあの平尾正明と畑中陽子の関係なのであそれエッチな関係だね後ろから前からそう、その後、だからもっと動いてっていう歌を歌ってましたね。で、招待状のない章を歌います。もう準備はよろしいでしょうか。それが、サンバ。ピッ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 。サンバ、ウー。いや、サンバ。サンバ。緊張するな。サコさんの前で弾くとなんか緊張しますね。誰一人見てない。僕だけのこの瞬間。